おはようございます。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 ウェルカム。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。どうぞどうぞ、食べてください。ロブさんもそうか、全然日本語はダメなんです。少し。How much you speak? ちょっと。OK。上等です。で、ね、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。沖縄に来てからずっと忙しいでしょう。I used to be very busy since you arrived in Okinawa. で、辺野古に行ったり。You visited 辺野古? Three times, actually. And play 三振。で、まあ、簡単にこう挨拶からさせてください。I want to start this meeting with just like a small like a greeting. ロバートさんについてはその辺野古の埋め立てについて、たくさんの方々の署名、21万こういう署名を集めるその世界への広がりを作ってくださったことについては、まず本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。 And,、I know you played a very important role in the White House petition, and now I had so far more than 210,000 signatures have been collected. I really appreciate your effort. 忘れてましたけども、玉木デニーと申します。I forgot to give you my business card. ニヘデイビル。ありがとうございます。ありがとうございます。こうやって握手するともうカメラがこう撮りやすいので。そう。ありがとうございます。まあ、ホワイトハウスの署名はね、ローラさんとか、まあ、私の大好きなクイーンのブライアン・メイさんとかいろんな人たちが、それをまた知って協力をしてくれたことで、沖縄についても知らない、辺野古についても知らない、何が行われているのか分からない人たちの、そういう人たちの関心を呼んだという意味でも、非常にロバートさんが起こしたこの署名は大きなうねりになって世界に広がったと思います。その、まあ、いい効果として影響として、県民投票のまた若い人たちも、その自分で考えてやっぱり自分で投票したいという、そういう気持ちに、ロバートさんのこの署名がやっぱりその効果や影響を与えたのは、私はもう間違いないと思います。それは決して埋め立てに反対という考えの方だけでなく、元山仁志郎さんをはじめとする若い人たちが、例えば賛成の立場であれ、反対の立場であれ、あるいはなかなか決められないどちらでもないという立場であれ、みんなが自分の考えを話し合うことによって、なぜそこに問題があるのかについても捉えるきっかけになったという意味では、私はこれは日本の若い人たちが自分の将来のことについてを考えるということの共通する点において、それもまた大きな影響になったのではないかなと思っています。さらにロバートさんは沖縄の民主主義とサンゴ礁を守るという署名キャンペーンもまた始めたと聞きましたので、これからもどんどんそういう何て言うんでしたっけ、影響を与える人のこと、インフルエンサー、そう、沖縄にとっての、グッドインフルエンサーとして。ぜひまたこれからも力を貸してください。And I learned you started the second of the White House campaign in order to protect, save the democracy and the coral reefs of Okinawa. And I regard you as an influencer to not only Okinawa people but also Japanese people. So I would appreciate your continuous effort for Okinawa. Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございます。ではどうぞ。はい。自己紹介と、はい、please introduce yourself and your activities. 本音、梶原、フィジャー、ロバート、ヤイウィン、ホワイカラ、チャビタン、ウチナヌ、ナクグスク、マジリ、チマイ、ムラ、ヤイウィン、
미시조직이이타셜을분이에사비라사디우시리가후나쿠토데이비르우간춤이토여빈 So I'm very honored to meet you and I'm very honored to be here. So I would like to say congratulations for your victory in September. We were really rooting for you in Hawaii. And I would like to say congratulations also to the referendum results. And so I came here to support the referendum and also, even though the referendum is now over, to continue to support Okinawan issues. And so we hope to share Okinawan issues with the entire world. And with the second White House petition, the purpose is because the first petition specifically was about the referendum, February 24th, and so now that the referendum is over, we needed a second petition, this time with no date on it, so that it can stay open for a while and that many people, especially Americans, can show their support for Okinawa. As you know, many Uchinanchu in Hawaii and Uchinanchu all over the world care deeply about Okinawa and Okinawan issues. And actually, even many non-Uchinanchu all over the world also care and want to support Okinawa. So my team and I are very honored to do whatever we can to help Okinawa, and we are determined and confident that this base at Hinoko will not be built. Unigesamira. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。11月、私が去年の10月に県知事に当選してすぐ11月に、ニューヨークとワシントンに来ました。で、そこでニューヨーク大学で、話をしたことも実は沖縄の人々が例えば全ての基地に反対しているわけでもない、ましてやアメリカが嫌いだということでもないけれど、沖縄におけるアメリカと日本の民主主義の問題が沖縄県民の民主主義、考えを持っている民主主義と食い違うのかどうかということをアメリカの皆さんに考えてくださいという意味で、私はそういうお話をさせていただきました。なので、その例えばニューヨークの大学の講演に集まってきてくれた沖縄県系、沖縄にルーツを持つ方々も、それとは全く縁がないけれども、沖縄のことに関心があって来た方々も同じように、その民主主義の本当の、尊厳とは何かということをお互いに考えましょうという共通点で沖縄のことを考えるという接点が作れたと思います。ですから、よく沖縄の米軍基地の問題と言われていますが、それはとてもとてもテーマを小さく絞ろうとしている人たちの使う言葉です。ですから、その基地あるがゆえに、その基地をめぐっての民主主義の問題は常に基地と民主主義という問題で、この議論がぶつかることは仕方がないと思いますが、しかし、なぜその基地を必要としているのかということを考えると、世界的な民主主義の問題と関わってくるんだと思うんですね。それは、もし抑止力という言葉で基地が必要だと言っている人たちには、誰に対しての、何に対しての抑止力なのかということを考え、では、その抑止力を持たない社会、世界を作るにはどうすればいいかという、その民主主義の歩みに僕はつなげたいなといつも思っているからです。その民主主義の尊厳、それが今回のロバートさんの署名でも、またサンゴ礁と民主主義を守ろう、沖縄を守ろうということのテーマとなってつながっている。つまり、民主主義のその尊厳を我々は守るために、あらゆる形で取り組んでいかなければならないなと思います。今月、実は私ハワイに行くスケジュールを組んでますので、またハワイでも会って、ハワイの皆さんにもそういうふうに私たちが求める本当の、素晴らしい世界とはどういう世界を目指すのかというふうな
お話も皆さんとまたできたら嬉しいなと思います。 And this month, うちのアンチのチムグクルはバンコク診療ですから、世界に橋を架けましょう、一緒に。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。いいですね。いやなんかいろいろなんか尽きないですね、やっぱりこうやって話をしてるとね。ちょっとお土産、はい、お土産、あ、すごい、私の CD、 はいはいはい、So I'm a musician, a singer, songwriter, composer, and so I made this CD shortly before I came on this trip, specifically to support Okinawa and to raise awareness worldwide, help raise awareness about Okinawan issues. So we're trying to use pop culture, such as music, film and art, etc.to help raise awareness for Okinawa. And I understand that you also are a musician, and so I hope you will enjoy it. Yeah. Oh, thank you, Bonnie. ありがとうございます。 I wonder one thing. Can you compose Nubuikudushi? No, just joking. But I did aa rendition of Nobuo Ikeduchi. So one thing I like to do is, in addition to writing my own songs, is to take popular songs that I enjoy and do a slightly different version of it. So we felt it was, even though there's, this is an EP, so there's only four songs on it, we felt it was important to include at least one traditional Ryukyu ongaku song. Because, well, we want to show young Uchinanchu that the traditional music and the traditional ways of Okinawa are important, but also we want to share traditional Okinawan culture with non-Uchinanchu around the world. 音楽というなんて言うんでしょう、もうバイブレーションですからね、音楽というのは。だから壁も何もないというか、全部乗り越えていくんですよね。Yes. So we're hoping that we're actually calling this the Ryukyu Renaissance, to just a revival of the traditional culture, but also creation of new culture, especially by young Uchinanchu around the world.In order to share Okinawan issues with the world. So I especially hope that young Uchinanchu around the world will be proud to be Uchinanchu. そうですね。私もニューヨークに行った時に、私の父はアメリカ人で元海兵隊員で、母親はUchinanchuで、で僕は2つの国のルーツを持つ人間だから、こういうそのダイバーシティが今世界で当たり前になっていく時代にもうなってきたと。その2つの国のルーツを持つ僕でも沖縄県のリーダーとしてその仕事を任される時代になっている。だからこれからはあらゆることをお互いに乗り越えていく、協力していくという方向で考えれば、若い人たちはもっともっとそのことで力を発揮してくれるというふうに思います。その気持ちに、例えば楽器を弾いたり歌を歌ったり踊りを踊ったりする、そういうムーブメントが加わっていくと、もっともっとその広がる力は、その勢いをつけていくんじゃないかなと思います。 And I think especially for non-Uchinanchu around the world, when they hear Okinawa music or see buyo or you know danceor other of Okinawa's rich cultural heritage, suddenly they begin to understand Okinawa better. That way, they don't just think about Okinawa with the base issue, but they also experience Okinawa's richness and diversity. And actually, I find that when people learn about Okinawa, they suddenly support Okinawa
And they agree that this base is not beneficial to anyone. So I'm looking forward to working together. And together, I believe we can help Okinawa and we can stop this base at Henoko. Mm.はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一回写真撮る？はい。